ははいどうもこんばんば暑いなてかちょっとエアコンあれエアコンのあれはないあったはいどうもお疲れ様ですこんばんは暑いあちょっと暑いのでこんばんはエアコンをつけました旅は良かった本当ですか あ、J3 ホワイトデ風船どうも。はい。ええー、古都か国税の件について。ああ、なんかそれね。あ、いいね、どうも。なんか、まあ、俺配信見てなかったんですけど、あの、旅部出てたんで。いいな、ね、だからね、あのー、見てなかったんですけど、そのー、なんか、 リスナーがなんかなんていうの俺のツイッターとかになんかこう報告してきた人がいたりとかあと旅部でコメントしてる人がいてそうなんか子とか、えー、国税の追徴課税食らうみたいなコメントとか来てたからあ本当なのかなと思って、うん、そうそうそうでなんかね本当っぽいですねタヌキとか見たりとかあと子とかにちょっと LINE したんですよ <laughs> なんか LINE とか全然めったにしないんですけど久々に LINE してみたら帰ってきてそのえ「え国税のやつ来たの?」って言ったら「来た」っつってて「あそうなんだ」と思ってそうそうあ「あ旅を見た」うん,うんそう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 ,う <ん S 1> これなんかできものですねこれはできものですはいそうっすね こんばんはうん,うんなんかねなんだろう、まあ、詳しくはあんま知らないんですけどその配信も見れてないしただなんか雑談たぬきとかそういうの見たりとかあとなんだろうなんかツイッターでなんかなんかそういうのななんかなんだろうつあのふわっちのあったことをツイッターでこうなんかツイートでなんかこうまとめてる人みたいな人いるじゃん。 あれのパッと見たりとかしてああなんとなくのは把握したんですけどそう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  <laughs> うんあとちょっと LINE で聞いてみてねう<ー>ん <laughs> そうっすねなんかことかちゃんが言うにはあれらしいっすね国税のそのなんていうのあの税務署じゃなく国税の方から来たとかっつったな。うん うん、普通多分それぐらいの金額だったら国税って動かないんですけど琴勝峰なら住所バレてないのかね住所バレてないとあれじゃないですか結局通報とかじゃなくて多分ね琴勝峰には多分通報とかじゃなくなんか国税局からなんかそのふわっちかなんかデータをなんかも,うも,ら,ったもらってるらしくてそれでなんかこう来たっていう。 なん経費がなんかあまりにもなんか多かったから来たとかなんとかみたいなこと言ってたなうん <laughs> そううんな,なんだろうあの感じだと通報ではないっぽいよねそうリスナーの通報でなんかこう来た感じではなさそうな感じっていうのかな <laughs> うん えー、信号200万で済んでラッキーだと。いやいやてか俺別にあれだからねなんかそあなた勘違いしてるかもしれないけど俺別にその追徴課税っつってもそれ以外にほかに払ってるからねあくまでその経費で認められなくて追加の分がその,その額ですよっていううんそう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 あとんか勘違いしないかもしれないけどそうあの追徴課税で見せた金額だけじゃないからうんそうそうそう <laughs> あくまでだからその この分認めませんよっていう追加のやつがあの金額ですよっていう感じうんだからさんのね何、あのー、て言うんだろうな過少申告だと悪質だと判断いやでもね過少申告なんかその要するにじゃあ本当にじゃちゃんとね俺ずっと言ってるんだけどちゃんと本当に納税してたとしてもその結局それを弾くか弾かないかって税務署のほと担当者にもよるからマジで。 琴花、うん、ちゃんの話だとなんか税理士つけてたらしいんですよ。で税理士が通ると思ってたのに、まあ、要するに、あのー、税理士と担当したあ税務署というか国税か国税の人との,なんかその、ね、考え方が違くてはじかれたみたいなことでしたけどだそこに関してはね本当に、ね、担当者次第だからマジで、うん、あのだからもう本当になんだろう 全く同じようなものでもう経費になる人もならない人も生まれちゃうしそう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 だからまあ別になんかその追徴課税食らったイコールじゃあ悪質な人ってわけでもないのなんかみんな勘違いしてる人多いけどうん何かみんな勘違いしてる人多いですけどその追徴課税を払った人イコール脱税者とか悪質な人っていうわけでもないんですよ。どれだけそのね 担当の人になんか疲れて厳しく見られるか見られないかとかあとはもう本当そのいろんな世の中でいろんな職があってその一個一個のなんか経費のちゃんとしたなんていうの線引きっていうのもないからはっきり言って微妙なラインのものもあるから平均経費としていられるものいられないものみたいなのもあるからそうそこに関しては追徴カードで食らったらみんな悪質ってわけでもないんだよなんかみんななんか勘違いしてる人多いかもしれないけどそう、<laughs> うん。 だかからね、ね、あれですか、ね、そこに関しては、まあ、うーんそんな感じだと思いますけど <laughs> うん微妙なラインでは追徴までいかないいやそれもね行きますよ微妙なラインとかでもだから結局そのなんかじゃどこからどこまでが微妙でどこからどこまでが微妙じゃないかっていうそこの線引、まあ、きっぱりはもうきっぱりは分けれないじゃん。うんうん <laughs> どこじゃあさアウトかセーフかっていう明確なラインだけじゃなくじゃ微妙なラインっていうのもあるわけじゃんそこの間の微妙なラインっていうのもじゃどこからどこまでが微妙でどこからどこまでがカンズアウトなの,のかっていうそこのラインもまた結構明確にこう線引きがないからうん結局はうんそうそうそう <laughs> だからな何だろうその。 そういうい感じっすよね。別にのそのなんだろうな追徴課税来た人が別にあのみんながみんな悪質だとも思わないしでこの話何回も言ってるけど ZOZO ゾゾタウンの前澤さんがあの、ね、追徴課税食らってたけどあれで、ね、みんな全然脱税だとかさ悪質だとか言ってないじゃん誰一人。うん <laughs> そうだから追徴課税食らったイコール悪質ってわけでもないけどねあからさまそれはちょっと駄目じゃないっていうのがもうどう考えてもっていう人はちょっとあれかもしんないけど結構やっぱあと特に配信とかは本当なんか多分経費のものが幅が結構曖昧だと思うんですよね最近できたものだし結構配信業っていうものが配信で稼ぐ人っていうのが結構最近生まれてきたから。 そういうなんていうのそのちゃんとした線引きがない状態から始まってるっていうかうんそうそうそうそ,うそれに関してはなんとも言えない言えないかなる思いますよねうんうんはいうんあでもね俺ね思うんだけどねあのー、まあ僕の個人的 意見だとしては、うんえー、持続化給付金は配信変動頻度をとして、えー、申請した配信者いたしあれは悪質まあ確かにそのパターンは悪質ですよね配信できるのにしないでそれをもらおうとしてるのはもうそもそもね持続化給付金のその何だろうその本来の意味を持たないというかうんそう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  <laughs> え全然曖昧じゃないラインついてるじゃないですか、えー、例えば競馬の外れ馬券とか。いやでもあれも結構曖昧よ、本当に。マジで。結構グレーっすよ。それこそあの、税理士の中で、まあ別に税理士が全てではないんだけど、税理士の中でそう、あれはな経費に得られる可能性は全然あるよって主張してる税理士もいるし、うん、まあ、あとね、どう考えてもだからね、まあ例えば俺がいい例だけど、俺なんて、 親の金をあんだけお金溶かさなかったりとかしなかったら多分ね今のこの配信の俺はないと思うからあれで結構僕の名がこう知れ渡ったみたいなとこあるじゃんちっちゃい世界ですけどそうだからある意味あれがあの事件あの FX でお金溶かすとか競馬でお金溶かすっていう熱い実況してたから今のリスナーとか俺がいるわけであれがじゃあなかったら多分ないと思うからそう考えたら経費なんじゃないのっていう考え方もあるわけじゃん。 思いませんだってそういうお金を派手に溶かさなかったら多分ないと思うから今、うん、実際そうだからねうんうん <laughs> そうだからそこに関してはそう思うかなうん <laughs> いやでもね僕が思うにはねあのー、まあこれ僕個人的な意見ですけど あのー、あれですねコットカちゃんはあーのー悪くないんじゃないのかなとあ旅を打つどうう僕はまあこれ個人的な意見になっちゃうとは思うんだけどコットカちゃんは、ね、別に悪くないんじゃないのかなと思うんですよねうん,うんなんかその税務署が悪いんじゃないか税務署ってか国,国税局だっけ国税局が来たんだっけ国税局が悪いんじゃないのかなと思って。 まあその,あの理由なんですけどまずはあの、まあ、税金って何ぞやってまあまあまあそんなん説明しなくてもみんなわかると思うんだけどあの、まあ、税金っていうのは要するに、ね、国に、ね、住んでるんだったらそのあー税金をねなんかもうか,かったりとか,なんかいろんな、ね、何かを使用したりとかしたらそれを税金を納めましょうとでそれでこうねあの国がこう回ってるんで、ね、公的機関がそれで回ってるから国をくこの国に。 ね住みたいんだったらじゃあ税金っていうのはねもうみんなでそういうの負担して国を回していきましょうよっていうものじゃないですか要するに、うん。っていうものじゃん。<laughs> うん、で琴香ちゃんの場合ってあのー、なんだろうなそのこの日本にいてくれるだけでむしろあの国が税金を琴花ちゃんに投入しなきゃいけないんじゃないのかなって僕は思うんですよ逆にね、うん。逆に、あのなんか 変な意味じゃないです,す。あ本物が来た。<laughs> 本物かなこれ多分。ちょっと見てみる。あ本物ですよね。そう僕はその税金をむしろ琴花ちゃんが払うんじゃなく国がむしろその国のお金みんなで集めた税金のお金を琴花ちゃんにあげなきゃいけないんじゃないのかなって。そう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 。って僕思うんですよね。 おあのねなんでかっていうとそのだから要するにその生活保護とかそう,いうそういう意味じゃないですよあと障害者的な,なんかこう手当とかでもなくそうそうそういう意味じゃないんですよ。まあ、子とかではめっちゃ可愛いじゃないですかなんかそのなんて言うんですかねその可いい子がこの日本にねいてくれるっていうだけでそれってもうある意味あなんか もう国宝みたいななもんなんでそそそそう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 だから、あのー、むしろ国になんかこういるんだったらお金を税金を払えじゃなくいてくれるから逆になんか国がお金出しますよぐらいのそういうなんか精神あってもいいんじゃないのかなみたいな。<laughs> あ美人税知ってますよ美人税ってあのねあの美人税ってなんか世にも奇妙な物語で昔やってたよね、まあその。今俺の言った逆なんですけど 美人税ってあの何、ー、だっけその美人な人になんか、あのー、税金を納めさせましょうみたいなでなんかこう美人な人は税金なんかそんなのなんか美人だから世の中得することがあるんだからみたいなのがあるやつ佐々木のみが確かやってたやつでなんか美人度が高ければ高いほど、あのー、その負担が増えるみたいなねあの美人税の。でそれをなんかこう取られた人はあのー、あれなんですよ たくさん取られた人は逆にその国からの,あの美しいっていう評価なんですよみたいなやつがあったのよ。あの世にも奇妙な物そう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 。<laughs> うん、そうえー、寸後の時は税,税務署だったけど今回は国税ってことは不発全体の、えー、売り上げ、えー、んだろう概要じゃなくて何でしたっけこれで一覧できてるから。 えー、大きい額経費にしてるやつらに入るんーうんてかまあ大きい額を経費にしてるっていうかその売り上げをちょろまかしてるやつも絶対入るでしょだってもうそんな本当に国税がそのデータを完全に持ってて全員にそこ行こうとしてるんだったらそう売上が大きいだけで絶対行くと思うけどねうん <laughs> だってやっぱりさ売り上げが少ない人と売上が多い人だと じゃそれであとは税、えー、と経費をどんだけ入れてるかではあるんだけど正直あの少ない売り上げの人ってもう経費を多少入れようがあ,ある程度持ってようがぶっちゃけそこまでこう振り幅がないっていうか、うん、じゃあ例えば年間極端な100万売り上げの人だとしてもあの、ね、じゃあそこにじゃあ仮に経費じゃ50万ぐらい半分ぐらい入れててもさまあ仮に経費がほとんどかかってなくても。 まあその50万分じゃ収めてたら残りの50万分の中のうところからしか追徴課税で取れないからたかが知れてるじゃんそんなんんななでで正直1日来ないと思うんですよ、うん、逆にだから億売り上げが1億ありますよみたいな、うん、売り上げがいやもっと極端にいこうか売り上げがじゃあ例えば10億あってでそれで、えー、じゃ経費が1億だとしたらこれでも経費10分の1だけどでも結局その その1億分の経費がちゃんとこう経費として扱えてんのかなみたいなでそこでなんかこうねちょっとあれっていうのが出てきたら、まあ、それこそ100万の人よりも全然その取れる幅は広がるしなんかそういう考え方もあると思うんですよね <laughs> うんそう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 そ <laughs> ううんそうだねっていうかねそうよっさんとかアホだと思うよ俺も前なんか言ったんだけど 税金ってどんだけまともに申告してようがあの結局本当厳しく見られるか見られないかだしあと人によって経費のなんか経費の定義が多分違ったりする個人差あるからそうそれだからなんか担当者によっても全然違う本当に全く同じものでも経費になる人とならない人って絶対生まれるしそうだから予算みたいにこんだけ経費入れてますよとかあの人公表してるけどアホだからね本当にうに、ん。 それをなんかリスナーがじゃあ例えばさじゃあ,あれが本当に経費になるものだとしても、うん、あんだけじゃあ経費入れてたらおかしいよって、ね、通報する人もめちゃめちゃ増えるだろうしで通報されたらされたでねえあのー、税務署だってじゃあちょっと行ってみようかなっていうきっかけになるし本当、うん、どれだけあのまともに納税しててもあのねあれですよ本当波風立てないのが一番いいわけですよ。うん、あ僕横になってます。<laughs> うん、そうだから、あのー そんなのいくら経費かかりましたとか、うん、だってさそんなさじゃあ例えばだよ、うん、じゃあ別に配信じゃなくても大手企業とかがねあ,あれですよ経費こんだけかかりましたとかって別に公表しないでしょあんなのいちいち、うん、そんなのね <laughs> えー、食費は経費ならないいや別になるときとならないときあるあと本当に 何、あのー、て言うの本当にあとは担当者にもよるよあのねなるとかならないとか言い切ってるやつはアホですよ本当に、うん、あからさまならないやつに関してはまあわかんなくもないんだけどうんいやあのね例えば食事とかだってなる人もいればならない人もいるしあとはその何だろうまあ本当担当者に寄ったりとかあとはそれをうんこう指摘されるか指摘されないかとか。 あとはそ,のそもそも税務署に気づか,れか気づかれるか気づかれないかとか、うん、<laughs> まあ例えばなんですけど俺の競馬の税金とかに関してもあ競馬の経費に関しても競馬の外れ馬券ねあれだってちょっと前も言ったけど例えばね白色申告だったらその確定申告書 B っていうのがあって確定申告書 B とは別に個人事業主とかは B になって配信者とか B なんですけど あの個人的な、ね、事務所とか所属してない人はねだからフワッチの配信者が本当にしてるんだったらフワッチの配信者はまあ基本的に B の方になると思うんだけどそれとは別に白色申告だとしたらねその,あ,のあれですかそれにあの経費が経費を経費区分みたいなのがあってこの,こ,かかこの経費がこんだけか,かかりれましたこんなか抱えましたみたいなのが書くとこがあるのよ。で青色とかだったらまた別の貸借対,対象表とか,かそういうのがあるんだけど例えば白色でしあの こう説明するとそこになんかね大きく分けて何項目ぐらいかな9ぐらい分かれてんのよ確か9とか、うん、例えば交際費とかなんか,なんかそういう通信費とか交通費とかなんかそういうなんかこう分かれててで,でそれそこのところに雑費ってのがあるのよ。 うん、でそのなんかいくつかあるところに当てはまらないものはその基本的にザッピに入れるの。でそこの下のなんかこう空欄みたいなのが3つぐらいあるんだけどそこはその雑費にも当てはまらなそうなものだとしたらなんか自分が一番しっくりするようなその経費区分みたいなこう自分のオリジナルの言葉でこう書く欄があってそうだから外れ馬券をじゃ経費に入れようと思っても外れ馬券って書かないから、うん、普通に雑費に入れちゃうわけよ。うん で確定申告ってあ,あくまでは自己申告じゃないですか。だからあのー、確定申告するときじゃあ白色のときだって白色のとはそのまあいくら売上があっていくら経費かかりましたっていうのをまあ確定申告書 B に書くじゃん。でそのうちその収支うち分け表っていうのを書いてここに経費のあの区分みたいなのがあってでだいたい食費こんぐらいあ食費じゃないえっと通信費こんぐらいですよとかさそういうの書くわけよいろいろ区分があってねで基本的に はずれ馬券を経費に入れようと思ってもはずれ馬券って書かないから雑費に入れちゃうからでそれを税務署に提出してで税務署だって正直一人一人のちゃんと見てるかも分かんないし、うん、でそれで、まあ、基本的には同じような業種の人のと比べてなんかあからさまこの人はこうなんかこう経費の割合が多かったりとかしたらそういうところでこう指摘される人だったらあと通報とかで指摘だされたりとか、まあ、いろんなパターンあると思うんだけどそう。 普通にななんかだからなんかかだだらろう例えば競馬 YouTuber とかいるじゃないですかあれで絶対競馬 YouTuber とか競馬の外れ馬券絶対経費入れてる人いると思うんですけどで通っちゃってる人も絶対と思う要するに雑費のところにも入れちゃってるからそれをこう受け取った税務署からしたらそれが外れ馬券って雑費いくらって書いてあったらそれが外れ馬券ってわかんないじゃんうんで税務署がその外れ馬券じゃなくて雑費としてそれ扱っちゃうから ハズレじゃなくザッピーまあこんぐらいだったらまあ別に言わなくていいかみたいな感じになっちゃったらもうそれだけで通っちゃうのよ税務署に把握されないでハズレ馬券を経費に入れてって把握されないで通っちゃうわけでハズレっっってて別別ににちゃゃだかからまあ別に嘘言なないじゃないじですかそ,うそれで通っちゃうパターンもあるしあとは指摘されてもその結局そのなんだろうすごいなんかその相手のことを説得できればで相手が結構や優しい人っていうか緩かったら、まあ、個人差あると思うんですけど。 通通るる人は通ると思うよ仮に100%通んなくても何0%は認めてくれるとかそういうの全然あると思うしだから本当に競馬の外れ馬券とかだって絶対通ってるやつは通ってるから通ってないやつは本当全額通ってる俺は本当に全額もう拒否されて俺は全然あの何、ー、だろうあれ無理だったけど説得っていや本当そうだからねうんそうそうそううん相手次第の幅が広すぎるいや本当そうだよだってちゃんとした線引きないもん うん、えじゃあさ逆に聞きたいんだけどさじゃあさ税理士を雇います税理士ってあれ国から認められた税の,あのプロフェッショナルですよねなんでその人が通るって言ったものが通らないことが世の中に多々あるんですかその時点でおかしいでしょ、うん、<laughs> その時点でおかしいじゃんだって,だって税理士って国が認めたね税理士の,あの税金に対するこうあれアドバイザーですよ、うん、国が認めてる人っすよ その人がじゃあこれ経費入れられるかな、入れられらるんじゃないですかっつってやって税理士通したってあの拒否されることなんかあるわけその時点でもうさじ加減っていうのがもう証明できてるじゃないですか。うん、え、じゃあ何税理士は悪質なんすか だって税理士って国から認められて高い金もあれだよあのもらって仕事としてやってんだよ国から認められてでその税理士がこれは経費入れ合いっつってもある弾かれる時あるんだよそれはじゃあ誰が悪いのって話や、うんそう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 だから結局あのー、あれなんだよ担当者次第なんだって本当にマジでうん担当者次第だからそう 担当者によってあの本当に経費になる人とならない人いるからまでそうあのねあの税理士もピンキリだしあとそのあれですよあの税務職員も本当ピンキリっすようんあ延長しますかあのね税理士が無能っていうかだからそのいろんな兼ね合いで決まるからさ経費として認められるか認められないかはうん いい税理士いいよくない税理士とかってよく言うじゃないですかでも担当者もそうなのよ要するに甘い,甘い担当者か甘くない担当者かっていうのもあるからあとはそのその人の,なんかその経費のなん,かなんかこう感覚っていうか本当感覚で結構変わっちゃうじゃん裁判と一緒よ裁判だって全く同じような事件があっても毎回毎回なんかそのねあの判決が一緒じゃないじゃん結局人が判断してるものだから そうでちゃんとした本当に明確なちゃんとしたきっぱりきっちりした線引きっていうのもないからうんそうそう裁判も結構一緒だしそうだからなんだろううん、まあ、基本的にはだからもうね税務署とか国税がもうどんだけこっちが説得してもうんあのー、なんだろうダメって言ったものはもう駄目だからそう。 形成があると思って、うん、それでなんか裁判とかって勝てる,んだ勝てる可能性はあるなと思ったらもうあれですよねだから国税相手に裁判するしかないですよね、うん、国税相手に裁判するしかないすですそれで裁判で勝ち取れれば経費として認められるからうんでこの話何回もしてるけどね、うん、だってさハズレバ県が経費になった人もいるじゃん うん、競馬ってのは一時所得だから一時所得って購入したものを購入した馬券の金額しか経費に入れられないじゃないですかでもそれを覆したサイーあるじゃんでじゃああの人が何で覆したかあのほらなんか競馬でなんか1億ちょっとぐらい買ってねこの話何回もしてるけど6億ぐらいのなんか税金払えとかって言われたやつ。 第一時所得だからほ他の外れ馬券が経費にできなくて1億ちょいしか儲かってないのに6億ぐらい払えって言われたやつよでもあれって結局あの雑所得扱いになったからねうんそうだからあれだってじゃあ何であの人が裁判したかっていうとあの結局認められなかったからじゃないですか国税の人にねこっちはどんだけこう経費にこれは経費ないとおかしいって主張してもね あれは国が認めてくれなかった国税が認めてくれなかったから裁判したわけじゃんだって認めてくれるよって言った相手に裁判する必要ないじゃん認めてくれないで勝てるよあの余地があるかなと思ったから裁判したわけじゃんで実際あの人勝ったじゃないですか,だからその時点であの税務署や国税庁が言ってることが全て正しいわけではないっていうのはもう完全にあのねわかるでしょう、うんわかります 結局本当担当者次第だからねであとはその結局まあ税務署だったり国税だったりも一人の人間が動かしてるもんじゃないしいろんな人間が結局組織としてやってるわけじゃないですか,だから一人一人の個々の判断も絶対あるから微妙なラインのものとかは、うん、そうだからもう本当にあとは担当者次第によって全然あのね、あのー、経費として100%認めてくれない人もいれば同じようなものでも。 何十パーか認めますよとか全額認めますよって,っても絶対いるからそうだから本当にそうっすようん <laughs> マジでねそうなんですようんうん <laughs> だからねあの何、ー、て言うんですかねまあみんなも何なかいやあなたの主観ですよねいや主観じゃないっすようんだって逆に言うけど ね、あのこれは経費になるならないって言い切ってるやつがそれあなたの主観じゃないですか。うん、完全な主観じゃん例えば、ね、あの配信で食べたものが経費にな,らなるとかなりますって言い切ってる人ならないって言い切ってる人それは完全あなたの主観じゃないですか。その人の人